では、今回も青についてやっていきたいと思います。前回はですね、拓郎編、毎回噛む拓郎編をクリアしましたので、今回は先生編やっていきたいと思います。ちょっと覚えてるぐらいかな。ほーら、ニケちゃんご飯だよ。かわいいな。本当にその子が好きなのね。かわいいじゃん。そう。私もかわいいと思う。ところで、掃除手伝ってくれないかな。あ、ご飯くれ、ご飯切れちゃった。近くの教室からもらってくるね。ちょっと教室じゃねえわ。掃除は。まったくもう。なんとか終わった。この広さで一人でやったのね。結局帰ってこなかったな。そうですか。なんとなく覚えてるよ。でもこの学校がさ、確か、もう廃校ってことでしょ？青いバカメモが出るってことでしょ？お腹いっぱいのになったニケちゃんが仰向いて寝ている。ネズミでしょ？ニケちゃんって。でもこの時代っていうか、ロッカー入らないよな。うん。無反応だし。マジか。こんにちは。お、空き教室の教室、お疲れさん。こっちは？こっちまだだよね。整備中、階段使うか。生意気言うてんな、この。女子生徒。すいません、ご飯を終わってください。なんとなく覚えてるよ、最初は。昔の動画、再投稿の動画で見ちゃったっていうか、見て編集したので、なんとなく覚えてるよ、最初。こら、学校に携帯持ってきちゃダメでしょ。わ、先生、ごめんなさい。お前がもうびっくりさせんなよ。ふふふ、寝てて。似ていたのでしょう。ああ、将来先生になるもんな。よいしょ。男子生徒は直前の授業内容を熱心に予習している。さすが、ガリ勉は違うよね。将来先生になるのかな。まあ、先生になる、なんか、男子ってなんであんな元気なんでしょう。確かに、休み時間なのに全く休む気がなくさそうね。確かにね。でもなんか、これ今後ろの手にメールでも打ってなかった？晴れてんじゃん。まず、まあ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 、こうでしょ。うおー、おらぁ、あれでもか、元気ね。通りたいんだよな。ここはファイルっていうリアクションを起こさないのか。おっす、こんにちはっす。はい、こんにちは。どうしてもらえるかな。すみませんっす。今、猛烈に暑いところなんで、誰か水持ってこい。くすぐる。あ、ちょっと丹波。ひでぃっす。ふふふ。悪くに思わないでね。くそ。こいつ、煽りに、やられんじゃないの？疲れた。すごい疲れたっす。先生に、なんかさせられるんじゃないの？いや、ちょっと。ああ、これか。これは？はい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 。ないな。ねえ、ちょっと。ないな。結局、私が一人が雑巾がけまでやってないから、せめてゴミ出しぐらい出してくれない？あ、お疲れ。どこの教室でもここはなかったんだ。はあ、それなら多分、屋上の倉庫には置き換えあるんじゃないの？それって秘密基地のこと？ありがとう、行ってくるねー。あ、ちょっとゴミ出し。あいつマジ。さっきバカ男子どもがまた屋上の秘密基地に走っていったわ。あ、そう。1,2のトゥース。まあ、こっちから渡れはそれしかないわな。これどうなってんだろう。さて、私も、それ。ふぅ、まあ、これぐらいいけるか。え？あ、いったい！鼻ぶつけた。は？あ、やっほー。ここから飛んだろ。信じられない。私には無理ね。別の手を探そう。なるほど。いけるよ。いけるいける。こうやっていけば。あ、でも、絶対進まないと思うからやめとこう。あ、足場としたら使えるかな。はい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 。こ。先生の昔の、あれ、不細工だな、顔が。ロープ。はい。ねえ、何か言う。あざす。アイテムで、
はい。あれ？何に使うんだ？何に使うんですか？はい。これで、よいしょっと。で、さらにこれで、OK。で、これで渡れるか？いや。で、あとちょっと近ければいいアイテムで、あ、これを合成しよう。合成して、アイテムでロープ付き草刈り。じゃあ、1、2の、てい！よし、引っかかった！あと引っ張りは、うー、結構重い！これならいくそうね。えい、この調子！あ、キャ、危なかった。あいつら消えたし。整備と心がけよう。では、何年の前の薄い総学部の、庭園のポスターね、いい加減剥がしなさいよ。お前が剥がせよ。本当に点検されているのかしら。はぁ、こっちは、だってサボリマンに声かけなきゃ。多分、赤点の答案だけ。何年前の卒アルが並んでいる。誰かの忘れ物かな。汚なくて開ける気にならないわ。中には入らないわよ。でも、いつか青鬼から逃げるときは入らないとダメなんだから。探し物は見つかった？静かに。は？で、いよいよこんなわけで最終課金用だな。くぅー盛り上がってきたー。じゃあ、今夜、廃校門前でな。待った！面白いな、聞かせてもらった。ちょっとあなた、私たちも連れて持ってもらおう。え？私たち？その廃校ってこの学校なんでしょ？多分。先生まで。あ、やっぱ生きてる。うん。確かに、絶対生きてるんだよね。うっ。ここはそうか。季節してたので、行かなきゃ。確かここに。ですよねー。セーブしよう。さあ、どうしましょう。うわぁ、いけない。なんだっけな、なんか額縁も、の、持った青鬼が出てくるっていうのは覚えてますよ。確かここに、ペンライト。あ、なんか下行ったら来そうだな。お、来ない！マジか。来ると思ってたけど。何かのレポートね。そのレポートなんだよ。で？お、びっくりした。なんだ？ボタンを押した。あー、はいはい、橋がかかった。先に進みましょう。了解。ちょっと画面が暗すぎてわかんないんだけど、いつの間にか水が満ちてる。誰か別の場所で水位を操作したのからしら。自然になったんじゃないの？もしくは青鬼とかがやったんじゃないの？来るかな？来ない。ふっ！あの子の巣みたいね。鍵は元の場所に戻しておくこと。はい。来ますか？来ない。おぉ、開くのか。開くのかよ。びっくりした。頭上注意。はい。キーを差し込んで使うこと。もう全然わかんねえわ。覚えてねえわ。これは？向こうと繋がっているのね。はあ。で、あ、思い出した。ここ。ほら。コントロールキーだって、セーブしとこう。どうして、どうにかして向こう側の道を探さないと。あ、いや、まだこれ消す必要ないんだ。つけてください。どっかに鍵穴を探さないと。どこだ、鍵穴。あ、ここだったのか。なんだ。あ、あの子。橋からないのに、どうやってあくまに行ったのかしら。でもさ、ほら、
あ、ダメ？ダメでしたね。あー、どうしよう。よし、セーブしよう。で、ここでペンライト使えばいいのかな？まあ、使わないの？あ、ここでペンライトか。よし。逃げそう。はい。はい。あ、嘘！もっと軽くしちゃう。あ、すげえ。はあ、やめて、私、おいしくない。なんで消えてんだよ。上行って、ロック入っちゃうもんね。バカバカバカ。よっしゃよっしゃよっしゃ。あの子の巣、あ、めっちゃ出てくるね。合ってる合ってる。私の推測っていうか、昔の。追いかけてみよう。あ、いいでしょう。はい。暗すぎるよ。あ、こんな場所が。なるほど。あの子の岩は別荘ね。あ、そうですか。とても古い何かの資料が並んでいるわね。アイテムすらないの？なんかあるか。特に使い物なそうなものがない。なんもないね。ファー。うわー、ここにじんだ壁とかがありますよ。もう、保管室の鍵手に入れました。これは、7月8日女1人、10月2日男2人。あー、多分煽りに食われた人の人数でしょう。セーブしよう。女1人、男2人。だから、この女1人ってあれでしょ？さっき、先生の学生時代の友達でしょ？で、男2人っていうのは、その秘密基地の2人でしょ？多分ね。ざけちゃれよ！何かけたら早く声出せよ！あ、男2人の人や。俺たちどうなっちまうんだよ！死んでるってことでしょ？大丈夫か。先生！よかった！これでもう怖いものなしだ！生きてくれる。あはは、やった。幻覚見すぎだろ。うーわー、なんかいるよ。もう青になるんじゃないの？何だったんだよ。1246、1246。はい、1246ね。あのサイコロ。うーわ、これ、あ、これ青に出てくるよね。絶対出てくる。絶対出てくる。絶対。ほら、もう頭上注意ってそういうことなんですよ。どっから来る？早く来て。はい、来たーい。なってる。なってますね。その額縁になってますわよ。あいつおっせえな。ここ入れるよな。あー、思い出した。あ、はい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 。うわー、めんどくせえ。エレベーター緊急停止、下へ参ります。よっしゃー。ああ、時間かかったわー。もう、なんだよ、この、クソみたいな。よし。なんでこれ、このスイッチがさ、エレベーターの緊急スイッチなの？もう、よし。嘘だ、嘘だろ。あれ？なんでお前がいいんだよ。おっせーなー。青にバージョン 3.0 以来じゃないか、こいつ。はい、エレベーター乗る。はあはあ。まさか、あんなのがエレベーターに詰まっていたなんて。あ、詰まってたの？急行省の屋上まで行けば、非常階段から逃げられる。あと少し。ふぅ、
いやー、そんな大したことなが、大したこと、ん？大したことあったな、あった？メンバー、男子2人、女2人、1人。いやいやいや、すごい盛り上がったね、マジで。はぁ、疲れた。なんで私まで。あれ、さっきさ、女2人いたよね。なんか変な通知聞けたけど。速報の通知来たけど。あれ、先生説あるかな？あれ？あれれれれ？何よ、今度は。ニケちゃんがいなくなった。どこ行ったんだろう。連れてきたの？ちょっと探してくるね。あ、ちょっと待ちなさいよ。本当にあいつらなんで来たんだ？さあ。え？今の、よーし！びっくりした。もう、びっくりしましたわ、もう。早く先に進みましょう。これ絶対あれでしょ？なんだっけ？生徒でしょ？まあ、生徒がこんな風にされてかわいそうだわー。来ますか？わあ、下から青鬼が巨大な青鬼がバー出てくるわけじゃないよ。でしょ？わあ。ニケちゃんは？ニケちゃん。ないか。なんか来そうだな。ここには何もない。どうしてそれがわかるんだよ。携帯いじってたここでしょ？ところどころ響き言っている。で、ガリ勉野郎でしょ？こいつ。文字らしきがあるから読み取れない。奥行きたい。奥行きたい。奥行きたい。ああ、行けるか。日付のついたシールが貼られている。4月8日、女一人。ああ、この飛行犠牲になっちゃったの？ 動くなよ。絶対動くなよ。よく見て、小刻みに震えている。絶対これ青鬼じゃん。青鬼になるって、バエロベロバーって。震えてる？本当に震えてる？絶対動くでしょ。いけねえし。震えてる？震えてんの？これ連打したら、意味ないか。なんで、あれなっちゃったんだろうね。いや、上、いけねえな。いけるか？いける？いけねえな。いやー、戻ったら鬼がいる説あるんで、ちょっとこれで使おう。あれ？おぐ、出てこない。やったぜ。まあ、上行ってもね、セーブする。渡れるし。何かに使える。あ、昔使ってたやつですね。うーわー、青白くなってるじゃないですか、先輩。開けない方が良さそうね。いや、行きましょう。行こうって。行かないのかよ。あ、こうなん、全然。いや、下行ったら来る説もあるから、一着こうして。どうしよう、どうしよう、どうしよう、マジでどうしよう。あ、でもここくるくる回、ま、しきしきと顔どないなってんすか。一生きたっぷか。崩れない？わあ。今日は何もない。もう、青人が出そうで怖いわ。ちょっと待って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 。こっちは？ちょっと待って。絶対行かないとダメじゃん。もう一回セーブしていこう。あ、またコウモリ出てくんの？走れ、走れ。え？どこ逃げる？あ、ここ開いてんじゃん。よいしょ。あー、ちょっと待って。あー、やばい、これ。これどっか、ここ、あ、ちょ、もう、よいしょ、よいしょ。来た。バカバカバカ。よっしゃ、よしよしよし。こっち行って、あ？崩れるか？崩れない。屋上に行くの？よし、これで通ります。行きましょう、拓郎。拓郎、この声は？あ、ちょっと、大丈夫か？大丈夫かな？
拓郎くんも。マジか。確かね、私の記憶ではね、あの青鬼が追いかけてくるんで、ふっ。あー、ちょっと、やばい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 。あ、ちょっと、違う、もっと下。で、なんで崩れるんだすか。これ、どっか行けねえか。なんか、ほら。よっしゃー。どうだ見たかどうしましょう。ノーリアクションだし。とりあえず屋上行って、なんか屋上の中なんか開く道あったよね。広し編でも、もう行った曲が。あれ、あの、非常階段が別のルートを使うしかないよね。崩れちゃったの？あの、広しが行った後で、あの、なったのかな。ノーリアクションかよ。雨降ってねえしな。ギャラリーってこっちだっけ？こっちだっけ？確かここにも、認証中、確認しました。来た。来るかな？また来るかな？来んなよ。うわうわうわ、あったな、こんなの。懐かしい。電源ができてる。まず思い出そう。はい。よし。で？停止したいけど、電源ボタンがない。ん？ちょっと待ってよ。じゃあ、こっち行けないってことか。これはバケツとか消火器とかっていうレベルじゃないわね。なんか作動させるんだっけ？あ、思い出した。バケツかなんか。で、これは？壊れてる。あ、違う、違う。よし。ちょっと待って。あ、こっち行ける？模型何回？で、ここ？動きそうだけど接触が悪い。金属を探す。金属探すの今度。バケツ。あれ、動いたわね。来た。で、右側。いける。来た。で、だから、こうして、あ、楽勝。全然楽勝だわ。さっきのやつだより。来たー。セーブしよう。で、何これ。うわー、来た。行くしかないみたいにね。えい。まだ生きてる。行かなきゃ。どこに行くの私は。何もないの？なさそう。こっちか。でもここどこなんだろうね。嘘でしょ、しつこい。本当にしつこいですよ、タクロウ。やるんだ、ちょっと待って、もう嘘だ。やばい、バカ。かっこ悪すぎる。うわ、これ、危ないよ、本当に危ないよ。ふっ。
多分クリアだよね。ざまみろたくろバーガーバーガー、ミカと誰だっけ、タキシか。昔町外れにある学校が突然閉鎖されたらしい。どうして突然閉鎖されることになったのか、今ではその理由を知る者はいなかったが、こんな噂があったみたいですよ。廃校になったその校舎にはブルーベリー色の巨大な全裸の巨人が出ると。くそ、あかね、なんで肝出しなんで肝、上でなんで肝出しで学校に入ったのにこんなところにいるわけ。ここ、牢屋だよ。ちょっと私たちやばいんじゃない。とにかくどうだ、話はしてるでしょ。まず先生はどうしてここに。廃校にみんなが入るのが見えてから心配で追いかけてきたの。ああ、次の3人の犠牲者だよ。私も校舎に入った途端、目の前が真っ暗に。先生、カン。やったー、クリアしたー。確かこれは青鬼スリーかの、なん、哲也編だっけ名前忘れちゃったよ。で、なんかあるんだよね。青鬼スリーで。で、見れると思うんで。まあ、青鬼スリーもね、アナザーストーリーやっていきたいと思っております。で、次回、校長編やっていきたいと思います。では、お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録よろしくお願いします。他の動画も見てくれれば嬉しいぜ。